というわけで、帝釈峡にね、やってきました。前回は、この左からこの上の、御橋あたりまで来ました。だいぶね、すごい道を迂回して行ったんですよね。まあ、この橋がね、ちょっと使えないということで、だいぶ迂回して2時間ぐらいかけてきたんですけども、この右から車で行けるということで今回やってきました。一面真っ白で、今日は長靴履いてね、やってきました。なんかお食事どころがね、弥生食堂やってないですね。多分冬のシーズンはやってないかと思います。感じのね、雰囲気の場所です。ちょっと歩いていきましょう。計算層。釣り堀がありますね。この大木の一部が危ないな。30メートル先。あの上ですかね、あの岩肌というか、あのちょっとくぼみというか穴がねあるのが洞窟かな。
あ、こっちでした。すみません。あ、臨時休業。まあお金がいるような感じなんですかね。見学時間10分余り。見学範囲200メートル。まあ今の時期はやってないのかな。お正月というか1月7日ですから。まあ、ぜひ来た方は行ってみてください。あ、これも立派ですね。この割れ目、岩の割れ目。で、水もきれいですね。雪解けの水で。岩、穴が開いてますね。から見えるのかな。お、立派ですね。鬼の供養塔。10メートルにも及ぶ石柱は、帝釈天に命じられて御橋御橋を作った、陰陽二祭神供養塔と呼ばれています。どうしよう。
し、700m。よっしゃ、いいですね。なんかすごいマイナスイオンを感じますね。癒しの遊歩道。びっくりしたな。ところどころでね、不自然な動きがするんですけど、雪が溶けて、まあ、その雪がね動いてカサカサ言ってんですよね。一瞬動物かなとかね、焦ったりしたんですけども、ね、今年はなんか雪降ったりするんですけど、急に暖かくなったりして、思ったより雪がそんなに残ってなかったりしてるんですよね。
すごい。これもあのトンネルみたいになってますね、天然の。御橋ですね。迫力を感じます。積み重ねられた石。Wow.最高。でおそらくね、前回はね、ここまで到達して終わったと思うんですよね。この目の前にあるで、この先に行ったらあの廃墟食堂があるんですよね。とりあえず廃墟食堂までちょっと行って終わろうかなと今日は思います。前回来た時よりもやっぱりあの雪解けなんで水量が多いですね。あと濁ってますね。
やってきました。この上にもね、道があるんですね。上にはやめておこう。平成29年、この横にちっちゃいね、あの道があったんですね。どっから入るんかなと思ったんですけど、この左側にから上にお座敷がね入れるということで、ちょっと上登ったらちょっと崩れそうなね気配もあるんでやめておきます。だいぶちょっと歪んでるような感じもねしますね。でもやっぱりあのこういうね雪の積もる場所なんで、やはり老朽化するのめちゃめちゃ早いですね。平成29年のチラシがここにありました。まあ、ひょっとしたらもっと前から前に閉店したのかもしれないですし、まあ、この自販機がもうむちゃくちゃ古そうなね感じがするので、はい、というわけでお届けいたしました。やはり上から行った方がかなり早いですね。こっち側から行ったら本当に2時間3時間ぐらいかかる山道を登って、まあ、迂回しながら行くんですけど、まあ、本当にいい運動になりました。でやはりこっちからだったら結構見応えのあるあの岩肌ありますね。ぜひ来た際は上から下と上両方行ってみてください。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。